ヨドバシカメラヨドバシ吉祥寺ヨドバシ吉祥寺は東京都武蔵野市吉祥寺本町にある複合商業施設。かつての近鉄百貨店東京店ビルで東京近鉄百貨店の建物として建設された。近鉄百貨店の東京撤退後は吉祥寺三越 IDC 大塚家具が入居していた。吉祥寺三越の撤退が決まった際に 近鉄百貨店東京店ビルが売却され、大手家電量販店のヨドバシカメラが買い手となった。建物を改修工事をした後、現在はヨドバシカメラマルチメディア基地上寺や専門店などのテナントが入居している。また、建物の管理はヨドバシカメラの関連会社である株式会社ヨドバシ建物が取り行っている。東京都内のヨドバシカメラの店舗としては、 ヨドバシ秋葉に次ぐ2番目の規模を有する。同ビルの並びにある吉祥寺パーキングプラザでは、ラオックス吉祥寺店が営業しており、ヨドバシ吉祥寺の開店当初から家電量販店2店舗が競合していた。2008年末のラオックスの閉店、撤退後、2014年10月31日に、吉祥寺駅南口末広通りに山田電機ラビー吉祥寺が開店するまでは、 吉祥寺唯一の大型家電量販店だった。なお、そのまも2014年10月6日までサンロードに木村屋から転換した山田電気店舗は存在したもののパソコン関連のみの取り扱いだった。淀橋吉祥寺開店当初から特約駐車場の利用契約を結んでいた吉祥寺パーキングプラザは2008年6月30日をもって契約を終了した。 フロア構成は開業以来2012年まではヨドバシカメラの売り場の一部変更以外はほぼ一貫してきた。2013年3月29日に GU が新たにオープンし、また開業以来7回で営業していたユニクロが2014年8月17日をもって閉店し、同年10月3日にユニクロ吉祥寺店が駅北口平和通りの新ビルに開店している。 そして2014年秋には、これまで6階にあった ABC マートとビッグビジョン21が7階に移転し新装回転のほか、新たにライトオン等の店舗が追加され、開業以来最も大幅なリニューアルとなる。ビル壁面には開業当初からヨドバシ吉祥寺の立体ロゴや専門店の店名などの看板がついていた。2013年3月のリニューアルに伴い外装が一新され、 看板も新たなものに変更されている。個別テナントの詳細は公式サイト内フロアガイドを参照。ありがとうございます。